どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、東海北陸ブロックの静岡、愛知、岐阜、三重、そして、石川、富山の、2020年度の過去問の解説を始めていきたいと思います。過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問1番です。医薬品に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、ここはですね、第1章の内容ですね。皆様、簡単だからといってですね、ないがしろにしておきますと、点数を落としちゃいますので、しっかりとですね、ここ確実に点数稼いでいきましょうね。はい、ということで答えなんですけど、こちら問1番は2番が正解となります。まず A なんですけど、医薬品は人の疾病の診断治療に使用されること、また人の体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とするものであり、疾病の予防に使用されるものはないよとあるんですけど、いや、そんなことないですね。医薬品は、疾病の予防に使用されることもありますので、A は誤りですね。はい、そして B と C は正解、そして D なんですけど、医薬品は人体に及ぼす作用はについては、その全てが解明されているというわけ、確かにですね、科学技術がですね、発達しておりますので、いろんなことが分かってきてるんですけど、まだまだ分からないことがたくさんございますので、その全ては、まだ解明されてはおりませんので、D は誤り。ということで、2番が正解となりました。では次行きましょう。問2番です。医薬品の副作用に関する記述の整合について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A 正解、そして B も正解、そして C。副作用は容易に異変を自覚できるものを言い、直ちに明確な自覚症状として現れないものは副作用とは言わないよとあるんですけど、いや、直ちに明確な自覚症状が現れない場合も副作用、そういった副作用もありますので、なので C は誤りですね。そして D、一般用医薬品の使用により重大な副作用の兆候が現れた時でも、使用中断による不利益を回避するため、基本的に使用を継続する必要がありますよとあるんですけど、何か重篤な副作用ね、出てきた場合は、すぐに使用を中断する、中止する必要がありますので、D は誤りとなります。ということで、3番が正解でした。はい。では次行きましょう。問3番です。一般用医薬品に関する記述のうち、誤ってるものはどれでしょうかということで、はい。誤ってるのは2番が誤っております。はい。ということで2番見ていきましょう。医療用医薬品と比較して保健衛生上のリスクが相対的に高いですよと言ってるんですけど、一般用医薬品というのは医療用医薬品と比較すると、リスクが相対的に低いものになりますので、高いでは誤りですね。低くなりますので、なので2番が誤っている内容となりました。はい。では次行きましょう。問4番です。いわゆる健康食品に関する記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A 正解、そして B なんですけど、健康食品は一般用医薬品として販売されている、いや、これだとなんか食品なんだか医薬品なんかわかんなくなっちゃいますので、一般用医薬品としては販売されていませんので、B は誤りですね。はい。ということで、ここ、5番が正解となりました。ここまでは大丈夫でしょうか。では次行きましょう。問5番です。医薬品のリスク評価に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A は動物実験により求められる 50% 致死量 LD50 は薬物の毒性の指標として用いられるよ。そうですよね。ここ、動物実験ではなく人に用いる実験によりとかって出てくることもありますので、これは誤りですからね。そうなったらね、動物実験で LD50 が 50% 致死量は毒性の指標となりますから、ここもキーワードしっかりと押さえてね、間違いがないかどうか確認していきましょうね。ということで A は正解。そして B、 少量の投与であれば医薬品を長期投与しても慢性な毒性が発現することはない。いや、そんなことありません。少量の投与でもですね、慢性的な毒性発現することもありますので、 B は誤り。そして C、グッドビジレンスプラクティス GVP とは、医薬品に対する製造販売後の調査及び試験の実施基準のことですよと言ってるんですけど、これ誤りですね。何かというと、調査及び試験の実施基準に関しては GPSP でしたね。
そうなんですよ。ポストマーケティングスタディープラクティスでしたね。はい、なので、GVP というのはこちら。GVP は製造販売後の安全管理の基準を定めたものになりますので、この点ですね、十分にここの2つ引っ掛け問題よく出てきますので、注意して、もし間違えていたらもう一度確認していきましょう。はい、ということで C は誤り、そして D は正解となりますので、4番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い6番です。アレルギーに関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A、B、C、D 全部正解ですね。もう一度アレルギーの内容について確認しておきましょうね。このあたりも一度ね、読んでおいていただければ、うん、そうだよねってな、わかるところも多いと思いますので、もう一度確認していきましょう。はい、では次行きましょう。問い7番です。医薬品の使用に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A 正解、B もいいですね。そして C、医薬品の乱用により一度薬物依存が形成されてもそこから離脱することは容易であるとあるんですけど、いや、これなかなかですね、離脱するの大変なので容易ではありません。C は誤り。ということで、2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い8番です。医薬品とアルコールの相互作用に関する記述について、括弧内に入れるべき軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。アルコールは主として、肝臓で代謝されるため、これはいいですよね。そして、酒類、要はまあ、アルコールって毒物ですから。なので、私たちの体には、毒が入ってきたものは肝臓でどんどん分解してくれますから、なので、今私たちが飲んでいる医薬品というのも毒になりますから、体にとってはですね、有害なものになりますので、肝臓でどんどん代謝という形で分解をしてくれてます。はい。で、そんなアルコールなんですけど、主として肝臓で代謝されるため、酒類、アルコールをよく摂取するものでは、その機能、代謝機能が高まっていることが多いですよと。その結果、代謝によって産生する物質に薬効があるあるものの場合には作用が、強く出すぎたり、そして代謝産物に人体に影響を及ぼす医薬品の場合は副作用が現れやすくなりますよということで、これ1番なんですけど大丈夫でしょうか。一度もう一回ちょっと確認していきたいなと思うんですけど、何かというと医薬品の吸収代謝というところで簡単に確認していきたいんですが、例えばお薬 A というものがあったとします。お薬 A というものが、体の中に吸収していきますと、そうすると、薬効がこのように現れてくるものがあります。薬効が現れていくんですね。そうなんですよ。で、まあ、吸収すると薬効、ね、あの効能効果出てきます。そして肝臓というところで、今度は代謝を行っていきますと、今度は薬効がなくなってくる、肝臓で代謝をしていきますと薬効はなくなってくる、まあ、通常のお薬こんなタイプです。通常のお薬はこんな感じです。でも、例えばなんですけど、お薬 B というタイプなんですけど、これ体の中に吸収しても薬効は現れてきません。薬効ないんですよ。ただ、肝臓で代謝をしていきますと、代謝をしていくと、そうすると薬効が現れてくるようなタイプがあります。どんなやつがあるんですかって言ったら、そうですよね。例えば、この薬効 B のものに関しては、セトラキサート。とかありましたよね。セトラキサートは胃腸薬のところでありました。そして体内で代謝されるとトラネキサム酸というものに変わって、そして、薬効が現れてきてというものがありましたので、ぜひ胃腸薬のところで確認していただきたいんですけど、はい、ということで、そのようにまずは基本となるのはこっちですね。基本はこっちです。基本はこっちのタイプです。でも、お薬にはね、こういった例外のタイプのものもありますので、なので今回言っているのはこっちのお薬 B の例外のタイプですね。その代謝によって、産生する物質に薬効があるもの、代謝によって産生する物質に薬効があるようなものに関しては、こちら作用が強く出て、そして副作用が現れやすくなりますよと言ってます。これどういうことかというと、例えばいいですか。例えばですね、アルコールをよく飲んでる人、アルコールをよく飲んでる人っていうのは肝臓の機能がものすごく高まってます。すごい高まってます。高まってるということは代謝の機能がすごく高まってますよね。そうですよね。代謝の機能がすごく高まってるってことは、ここのスピードがめちゃくちゃ速いっていうことです。めちゃくちゃ速いんです。ここがブワーンっていきますブワーンってね俺が楽しんじゃって、でこっち
こっちもものすごく早いんですよ。もちろんそうですよね。早いですよね。っていうことは、例えば A のタイプは薬効は早くなくなりますよね。薬効は早くなくなりますよね。あるものから、どん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 代謝機能が高まって早く薬効がなくなってくるんですけど、でも、今やってるのはこっちの B のタイプのものだから、薬効がないものが早く、代謝されると早く薬効が出てきますよということを言っておりますので、なのでぜひぜひこのような形で、見分けていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、そんなところではですね、こちら、問い8、1番が正解となりましたので、もう一度確認していきましょう。はい、では次行きましょう。問い9番です、小児などへの医薬品の使用に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、問い9番は、答えは5番が正解となります。はい、A は正解、大丈夫でしょうか。こちらはですね、乳児、それから幼児が何歳未満なのかというところですね。あとは小児とかは大丈夫でしょうか。そうですよね、15歳未満でしたよね。はい、ということで、そんなところをもう一度確認しておいてください。はい、そして B なんですけど、小児は大人と比べて血液脳関門が未発達であるため、そうですよね、血液脳関門、脳に悪いものがいかないようにするためのところがありまして、そこが未発達なので、医薬品の成分が脳に達しにくいんじゃなくて、未発達なので、どうぞどうぞ脳にいっぱい行っちゃっていいですよとかっていう感じなんですよ。まだ未発達なんで、もう危ないからやめてとかっていう人があんまりいないんですよ。なので、脳にどんどん達しやすくなっちゃいますから、 B は誤りとなります。はい、そして C と D は正解となりますので、例えば D のところも気をつけてくださいね。小児は大人と比べて、体の大きさに対して腸が長く、ここも長いのか短いのかって聞かれてきますので、単純に長さではなく体の大きさに対して腸が長いのか短いのかっていうところで、体の大きさに対してというところで比較の対象が違いますので、ここを気をつけておいてくださいね。はい、ということで、答えは5番が正解でした。はい、では最後、問い10番です。高齢者における医薬品の使用に関する記述について、括弧内に入れるべき軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは、1番が正解となります。はい、まず高齢者に関してはおおよその目安として65歳以上、そして一般に高齢者は生理機能が衰えつつありということで、まあ一般的にですね、確かに元気な人もいらっしゃいますけど、肝臓や腎臓の機能が低下しているので、医薬品の作用が強く現れやすく、そして、若年者と比べて副作用を生じるリスクも高くなりますよというところになりますので、ここのところ間違いないように気をつけておいてあげてください。はい、ということで、ここまでですね、問1から問10までお話しさせていただきました。基本的なところが多いんですけど、その基本的なところ、しっかりと確認できているかどうかですね、もう一度確認をしておいていただいて、そして間違えたらまだ確認する時間はたくさんありますので、間違えたところをしっかりと確認して、次やった時にですね、確実にできるように頑張っていきましょう。はい、ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE アットなど登録していただきますと、試験情報、あとは質問なども個別にお受けしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、ということで、本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。